九州鉄道。九州鉄道は、大正時代から昭和戦前期にかけて、福岡県内において、私鉄を建設、運営した鉄道事業者で、略称は旧鉄。西日本鉄道、西鉄の前身の鉄道会社の一つである。現在の天神大牟田線にあたる路線を建設した、ほか、同線沿線の鉄、軌動事業者の買収を進めた。 最終的な運営路線は、現在の西鉄天神大牟田線、太宰府線、天城線及びの地の福島線、大川線、上久留米線、大牟田市内線にあたる。これ以前の明治時代に同盟を称する施設鉄道、初代九州鉄道が存在したが、両者の間には関連性がない。福岡の路面電車、福博電車、あとの西鉄福岡市内線の一部を運営する。 九州伝統鉄道の経営人、伊丹弥太郎、松永安左門、田中徳次郎、山口常太郎らが、発起人となり、1914年、大正3年に、福岡二日市間の特許を得て、1915年、大正4年に、筑紫電気機動株式会社の名で設立された。当初は、社名が示すように、福岡市と二日市町、現、筑紫野市の間に、 軌動法による直流600ボルトの電気鉄道を敷設し、2日市で既存の太宰府起動、1902年、明治35年開業、現在の西鉄太宰府線に連絡して、太宰府天満宮への産経客を輸送することを、目的として設立されたのであった。特許、会社設立と同時期に開戦した第一次世界大戦の影響により、資材価格が高騰し、 計画は一時棚上げとなるが、対戦終結後の1919 19年、大正8年には2日市から、久留米市までの特許を得した。使用電圧は1922年、大正11年2月に 600V から 1200V に変更され、さらによく3月には 1500V に再変更されている。2日市以南の特許を得たことから1922年には、社名を、 九州鉄道に変している。用地買収は1921年、大正10年春から1923年、大正12年12月にかけて実施し、約30万坪を、約380万円で取得した。工事は1922年9月16日に、着行し、1924年、大正13年に、福岡、現、西鉄福岡、天神久留米、 現、西鉄久留米館が一度に開通している。福岡久留米館の開業当時、九州鉄道の路線は、国鉄線や他社鉄道路線との接続はなく、孤立した状態であった。まず、九州鉄道は、自社線開業直後の1924年、大正13年に、久留米市と天城町、現、浅倉市及び福島町、現、八女市市街地の間を結ぶ。 軌道路線を保有する三井電気軌道を合併した。三井電気軌道は、久留米市内で、九州鉄道と路線が近接しており、九州鉄道線との平面交差もあった。また、九州鉄道は、自社路線開業後、多宰府軌道の株式の大半を取得し、旧鉄の参加に収まった多宰府軌道は1927年、昭和2年に、多宰府二日市、現。 西鉄二日市間を 1435mm 期間に改めし、同時に同区間を電化した。九州鉄道の視線的存在となった多宰府軌道は1934年、昭和9年に九州鉄道に九州合併された。1932年、昭和7年に、久留米津福間を延伸開業した後、1937年、昭和12年には、 クルメ市と大川町、現大川市の間を結ぶ大川鉄道を買収した。九州鉄道は、大正時代末頃に大川鉄道を系列化していた。買収後、同社の路線の打ちつつく、大前寺間を改めき、電化して、自社路線に編入し、同時に大前寺柳川、現西鉄柳川間を、延べ進化している。その後も、路線延長を進め、 1939年、昭和14年には、現在の天神大牟田線の全区間にあたる福岡大牟田間が全通した。また1941年、昭和16年には、大牟田市内で路面電車を運行していた大牟田電気軌道を九州合併している。九州鉄道の設立者である、伊丹、松永らは後にも大電力会社の一つ、東方電力の経営に関わった。 東方電力は北部九州をも事業区域とし、九州鉄道も東方電力の参加に入っていた。一方、後の北九州線にあたる路線を運営していた九州電気軌道は北部九州を事業区域とする電力会社である九州水力電気の参加に入っていた。東方電力と九州水力電気は北部九州で事業区域が重複し競合していたため、 それぞれの参加にある九州鉄道と九州電気軌道も対立状態にあった。しかし、1938年、昭和13年に電力国家管理法が交付されたことで、電力事業者は鉄道事業者株を手放さざるを得なくなったため、東方電力は1940年、昭和15年に自社が保有する九州鉄株を九州電気軌道2乗とした。 当時の九州鉄道の社長であった新動公平の反対もあったが、この譲渡により、九州電気軌道は東方電力に代わり、九州鉄道最大の株主となった。同じく東方電力が保有していた、福白電車株式会社、後の福岡市内線の株式も、やはり同時期に九州電気軌道に譲渡されている。1942年、昭和17年。 九州鉄道は、福白電車、博多湾鉄道基線、筑前三宮鉄道と共に、九州電気軌道に九州合併された。その3日後に、九州電気軌道は、西日本鉄道と改称している。大牟田からさらに、熊本まで路線を延長する構想もあったが、実現せずに終わっている。また、三井電気軌道から福島町と三友村、現、 やめした花町及び水田村、現、筑後市水田を、結路線の特許を承継し、自社で水田村と瀬田課町、現、宮増瀬田課町を結ぶ路線の特許も得たが、すべて失効している。九州鉄道は、鉄道開業に先立つ1921年、大正10年から二日市田財布館で、バス事業を開始した。以後路線網の拡大を進め、 1930年代後半からは、バス事業統制の流れを受けて、近隣のバス自社7社を、九州合併した。西鉄成立時点では、保有路線の総営業キロ634.2キロメートル、保有車両数272台で、いずれも、全身後車中最大規模であった。西日本鉄道発足直前時点、括弧内は、西鉄発足後の路線名。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。